おー。話が難しくてよくわからんばい。台車は、まあ、足回りだって今は考えておいてください。で、車体部分がそれに対するなら胴体です。そんくらいはわかるばい。客車だったらお客さんば乗り寄るところが車体ばい。うん、正解。それで偽装は、お洋服とかアクセサリーとかですね。だから観光客車だと、ここもすごく重要になります。だったら、台枠っていうのが腰？そうですよ。採用です。台枠は、車体と台車とをつなぐ腰であり、同時に全体を支える骨でもあるとも言えますね。まあ当然って言ったら当然だけど、どこもかしこも重要なんだ。はい、ですから観光の軸になるような客車と考えると、廃車両はもし見つけることができても厳しそうかと。そうなってしまうか。本格的な改修となると、確かに費用的にも設備的にも現状では対応が難しそうだし。ですよね。下手するとお金に物を言わせて状態のいい客車を無理やり買っちゃう方が安いかも。バッテン、そぎゃお金はどこにもなかばい？なんですよね。いや、待ってくれ。今の話だと、金さえあればそれでも出てくる客車はあるにはあるのか？それは、はい。この世界にもコレクターさんはいますし、予備車両のストックをしてる会社さんもありますから。コレクションと備えのための車両、どちらも言うなれば虎の子か。そうなんですよ。ですから譲ってもらうのは。虎の子なら先人の谷に突き落とされるの待てばよかばい。ナギちゃん、それライオン。いや、なかったでしたっけ？なあ、いや、そこは正しい。先人の谷に突き落とされるのは間違いなく獅子の子だ。僕はコレクターではないのだが、そういう心理もあるいはあり得るのではないのか。そういう心理？我が子を先人の谷に突き落とすですか？そうだ。無論実際に突き落とされてはたまらなかろうが。あ、我が子が動き活躍する姿を見たい。はるかもこんな綺麗に使われるんなら、こんなに愛してもらえるんなら、そういうの。そっか、そういうのも確かに。あ、その逆もあるかもしれませんね。その逆？八六の魅力を伝えることができたら、この機関車に私の客車を引いてほしいって。あると思うです。ドギャンとして八六の魅力ば伝えるばい。それは、
あと、どこの誰に伝えるかもすごく大事です。きっと誰に、そしてどのようにか。響、お前の絵や看板書きはまさにそうしたことだよな。看板はもろ魅力ば伝えるためだけに書くとね。ならば魅力を伝えるために看板を書くとき、何をお前は心がけている？私が心がけていることは、一番素敵なところを探して、まず自分がその素敵を本当に好きになること。ああ、その模型、 N ゲージが走っている街もきっとそうして作られたのだな。だと思います。きっとそうです。だってパパはお人よを本当に愛してたから。パパすごくたくさんの写真撮ってたんです。お人よの、それから鉄道の写真。でしたらその宗鉄様にお写真を撮っていただくというのはいかがでしょうか。わあ、それよくない？そう思います。です、宗鉄さんきっとセンスあるです。センス？僕にか？写真のか？センスはあるに決まってるばい。ニーニーは私のエヴァ最初に見出してくれたもん。そういうものか。そういうもんばい。っていうか、私が仮にセンスなかなかってニーニーに言ったとして。ああ、いや、すまん、くだらんことを尋ねたのだな。僕はセンスがたとえなかろうが、ともかく試すだけは試すさ。よね。万が一兄さんに写真のセンスがなくっても、撮ることは撮るために見ることは役に立ちます。よく見ることは素敵を知ること。素敵を知るのは大好きになる秘訣ですから。宗鉄様、このようなところをお取りになっても。大事な整備だ。僕のことなど気にするな。はい、それはもちろんさようですけれど。Oh!
宗哲様、お疲れ様です。ああ、宗哲様、お疲れ様です。すまない。生き返るとはこのことだ。冷蔵庫でもあれば冷やせるのですが。機関庫内にか。素晴らしいな、それは。大幅黒字を出せるようになったら要求してみよう。うまい。ニーニー、お疲れ様。ねえ、トゲアント取った？見せて見せて。ん？なあ、画像再生は。うん、そんなちっちゃな液晶じゃなくて。ん？タブレットとかいうやつか、それは。うん、キサキ先輩の見て便利そうって、私もお仕事で使うようにしたんよ。あ、私ですね。ほう、これは便利なものだな。ずいぶんたくさんお取りになられたのですね。まあな。1000枚や2000枚は取れるとのことだったのでな。失敗写真は捨てればいいとも聞いていたから。ん？どうした、八郎君。時代は本当に変わったのだなと、今目覚めてから一番強く感じてしまっただけのことです。時代の変化か。だって1000枚をお取りになるとか、24枚でしたのですよ、一昔前のフィルムは。ああ、そうか。86の頃はフィルムを使ったカメラだったのか。清見機関士もお写真をお撮りになられましたが、ピントがどうの露出がこうのと大変でございました。その頃の写真は残ってないのか。さあどうでしょう、私の手元には一枚も。清見機関士がご健在なら残っているかもしれません。できれば見てみたいものだろうな。と、そういえば響も。うん、私も結構書いたと。あ、これは素晴らしいですね。うん、すごいな。ああ、女子側の窓からはこう見えるのか。運転台からの景色なども見て喜ばれるものですか。あ、なあ、それはもう小さな頃には何としても見てみたいものだった。でしたら、例えばレイナに同乗してもらうのもいいかもしれませんね。なるほど、運転ボディのレイナであれば
同情してもらっても大した窮屈さは感じんな。とてもいい考えだと思う。ではもう少し習熟したらそのようなことも試してみましょう。ねえニンニン、この写真データポーレットさんに送っといてよかと？それは無論構わんが。郵便代がもったいなくはありませんか？毎日お会いしますのに。送るって手紙じゃなかよ。インターネット使ってアップして送るん。インターネット？情報を電子的にやり取りできるネットワークだ。人間同士がつながり合うための比較的新しい手段だな。できたのですか。それで送ったお写真のデータをポーレット様はどのように扱われるのですか。確かお人湯鉄道の公式サイトで紹介するって言っとった。ちょっと待って、検索ですぐ出せるけん。まあ気派レイナナですね。これは見事な写真だな。一体誰が。ああポーレットのお父上のお写真か。なるほど、本当にお好きだったのだな。おお、列車ってこの構図だとここまで絵になるとね。勉強になる。うん、本当に見事なお写真ですね。なのに私初めて見ました。僕もだ。僕は電子機器に疎いからな。私も見るの初めて。ポーレットさんに聞くまでお人湯鉄道の公式サイトがあるって知らんかったし。それはどうなのでしょうか。広報告知の手段としてはポーレットのマイ鉄仲間たちは見てくれていようならば当初の目的のためにはマッチしていようが、でもせっかくだし、そういう人たち以外にも。そうだな、ぜひとも見てほしい。僕のようなものにも見やすい形となるとやはり紙媒体ということになるか。駅置きのビラなどですか。それってやっぱりあんまり見てもらえんし。ね、ニンニン、どうせなら新聞ば作らん。新聞ですか。うん、手作りのミニ新聞。パソコンで編集してプリンタで打ち出すの。響きにできるのか。当然、そんなに大した手間でもなかよ。ならばいいな。ポーレットの負担を増やさず広報告知を手伝える。私たちで新聞を一つ作るのですか。ああ、そうだな。僕たちで8620だけでなく僕たちチームの業務報告のような新聞にしよう。私などには書けるさ、862なら。
蹄鉄時代の思い出話などでもいいし、今の世の中を見て感じることを書いてもいい。そのようなことでよろしいのですか？そのようなことがよろしいのさ。八六の目は独特だから、それを知るだけで面白い。わかりました。自信は全くございませんが、宗哲様がそうおっしゃるなら。じゃ、作っちゃおう、私たちの新聞。名付けて八六運転隊通信。この写真は。なになに、なぎちゃん。わあ。なんだ、何をそんなに。ああ。機関車の前は開いとるばい。開くのだ。扉になっているからな。扉。あ、扉。丸いハンドルみたいなのついてるの知ってましたけど、私あれアクセントっていうか飾りかなーって。飾りではない。あのハンドルは回して開けるためにある。僕も最初に目にした時は驚いた。感謝新聞、絶対に新聞に載せるばい。みんなきっとびっくりするたい。私も賛成、大賛成です。だ、そうだぞ、響き。写真も一面に載せちゃおう。というわけでな、八六。はい、なんでございましょう、宗哲様。最初のコラムなのだが、8620の大掃除というお題でどうだろう。これを文章で伝えてみれば良いのでしょうか。この写真、演出の内部を清掃する様子を。演出ってで、この中のことです。どういう感じになってるですか？煙の部屋で演出です、深見様。演出の上部にはほら煙突があるのが分かりますでしょ。ああ、煙突まで煙を通すための部屋ですか？その通りです。加湿内での燃焼を助けるため、給排気を良くする工夫が演出には詰まっています。あれ、SL の胴体の中って全部で火がボーボーと燃えてるんじゃなかと？いいえ、ナギ様。火が燃える場所、加湿は機関車全体の4分の1にも満たない範囲だけですよ。機関車前面、演出度側から4分の1程度が演出、真ん中の2分の1程度が感動、
キャブ側の残りが過失。感動？ボイラーの主体、水で満ちている部分ですね。 SL は感動内の水を沸かして生まれる蒸気で動きます。より効率よく沸かすため、感動の中に満ちている水、冠水の中にさらに無数の細長い円管が通してあります。円管、細長い。あー、煙の管？わかった。熱い煙をその円管の中に通すの、きっと。そしたらお湯も。そうばい、一箇所から火で炙るだけよりずっと早く湧きよるばい。さようです。ですので、火を燃やす場所は加湿内だけで十分なのです。この加湿部分だけに石炭を投げ込み燃焼させます。ですので、加湿のお掃除は大変なのです。あ、そっか。前の扉が開いても胴体の真ん中に円管っていうのが詰まってるなら、前から入って通り抜けして加湿部お掃除できんとね。はい、ですが無論、本格的に加湿をお掃除するときは加湿の中に入っていかねばなりません。どうやってです？滝口、石炭を投げ込むあの小さな空き戸から足から先に仰向けになって潜り込んでいくのです。狭くて暑くて苦しいぞ。加湿内の耐火レンガなどはそう簡単に冷めるものではないからな。石炭がきれいに燃えればサラサラの灰になるそうなのだが、僕らは駆け出しもいいところなのでそうはいかない。このクリンカが硬い、熱い。ポーカーという鉄棒でガンガン叩いて壊すのだが、ポーカーの方が溶けて歪む。そんなに熱くて硬いんですか？ポーカーの先が真っ赤になってぐにゃりといくほどだ。その時は加湿から出てハンマーで叩いて曲がりを直す。じいちゃんの仕事みたいわい。まさしくにわか鍛冶師の真似事をして、元通りに戻ったらまた加湿に入り、その繰り返しだ。加湿の中に興味があるならどうだ。次の大掃除で少しでも手助けをしてもらえるなら大歓迎だ。やれやれ、やってみたいわ。面白か修行にもなりそうわ。拭き掃除のお手伝いとかくらいならできるです。それで中身もちょっと覗かせてもらえたら嬉しい。そうか、助かる。ではその時にはよろしく頼む。宗鉄様、頼もしいご内緒を確保されましたね。そうだな、その上で方針も得た。方針でございますか？今の話の中身を分割して記事にするのはどうだろう。まずは大掃除ということで円管と加湿を紹介する。あ、それは分かりよいかもしれませんね。どうやって加湿の中に入るのでしょう。で、続くにして次の回で蒸気機関の簡単な説明を。そうだな、そういう感じがいいと僕も考えた。
興味を引きそうなエピソードを説明につなげていく。それを繰り返していけば、うちの子のことを皆様にも広く、より深く知っていただけるのですね。そうだな。知れば実物に触れたくなる。乗って身近に感じたくなる。そして身近に感じれば、だんだんと好きになっていくものだ。さようですね。あ、身近になればなるほどに、好きに、愛おしくなるものですね。なあ、あら、宗哲様、取るべきは私ではなく8620でございましょう。いや、うん、だがここのところ写真を撮りまくっていたせいかな、綺麗だと感じた瞬間自然とカメラを。まあ、私の顔など宗哲様には珍しいものでもございませんでしょうに。そうだな、それは無論そうなのだが。それで86?記事の方、いつ受け取れると？記事さえもらえば、すぐに新聞すれるけん。さようですね。宗哲様がレールを敷いてくださいましたから。48時間いただけましたら、私の最善を尽くした記事をお渡しできるかと。以前よりずっと伸びがいいです。そうか。きっと兄に兄さん、写真を撮るためもっとよく見るようになったからです。ああ、それもあるかもしれんな。お疲れ様です、宗哲さん。